おはようございます。はい。こちらはですね、いちごの苗になるんですけど、これ覚えてるかな前に路地に生えてたいちごをプランターに移し替えて育てているんですけど、実はですね、一度その路地に植えてたいちごの苗が少しね、若干しおれかけてて、まあ、もともとね、病気が入っちゃってるかもしれなかったんですけど、だから一応、 移、ね、ったらいけないので一回この育ったポット苗を親から切り離してこれを植えてでこれが大きくなってまたランナーが伸びてる状態で育ってる感じなんですけど実はこれ親を切り離した子供もまたポットを植えたやつなんですはいそれがね無事に今伸びてきてるんですけど今こんな感じです こやってね、ランナーが伸びてきてそれをこの何でもいいんですけど針金止め金とかいちご専用のとかあるんですけど土にね挿したら勝手に溶けていくやつとかはいない人はこういう針金とか使ってランナーを止めるそしたらですねここがまた苗になっていくんですよね根っこが伸びていくからこれとか根っこが伸びてまた そしてまたランナーが出てきてこれがナイになっていくっていう感じでイチゴは育てていきます非常に簡単でこれはねもう土と一緒に茎を刺すだけはいでここからまた伸びてこれも少しね 葉が大きく開いてきたらこうやって刺していけるのでそれで苗を作っていくって感じですねまだね僕もそんなにいちごに詳しくないのでいちごの農家さんに聞いたりまあ何かね調べてみたりしながら栽培していってるんですけどはいようやく増えてきたなーって感じですねでこのランナーを切り離す時はこの イチゴの生えてる根っこここれがちゃんと下までで巻いてからですねこの根っこが下までちゃんと巻き出してから切ってあげるじゃないと根っこが張らないうちに切ってしまうとこれがねしおれる恐れがあるんですよ。まだ今は親株とつながってるから切ってもしおれないんですけどこれを切っちゃうと根っこがね全然水を吸収できないからしおれる可能性があります。 でもう一つ同じ品種だったらいいんですけど植えるのが隣同士で違う品種だったらこうやってねごちゃごちゃになる可能性があるんですよもうランナーっていろんなところからこうやって増えてくるのでなるべく同じ品種を隣同士にして栽培していくといいと思います僕はねその路地に入ってたやつ品種がわからないので <laughs> まあおそらくね一緒とは思うんですけど、まあ、こうやってね いろんな方向から伸ばしていったりしてるんですけど、もし品種が別々の人は、なるべく遠ざけてから管理するとやりやすいかなと思います。で、水かけとか大変と思うんですけど、もしこのポットの水、かけ忘れたとしても、親株と繋がってるから、この親株さえ水がかかっていれば、枯れないんですよね、これ実は。もし、 どれかね、忘れたとしても親株さえ水をかければ親株から伝ってきて水分が栄養がだから枯れないちゃんと育ちますそのままでもはいねだからいちごってちょっと面白いんですよね、まあ、僕はいちご結構ね難しく感じてるんですよね今まできゅうりとかトマトとかしかねそこまで詳しくは栽培してこなかったので はい、こうやって、ね、初めていちご栽培にもなんか、ね、今家庭菜園で楽しみながらしてるんでよかったらね参考にしてみてください。はい、ということでまたよかったらねチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ